ております。止まるのちょっと怖いです。止まるときほんと怖いわ。もうデジモンワールド2で最後のラスボス倒した後に止まっちゃうからね。あれは避難ん、この旅国王陛下よりすぐお通しするよう勅命を。ようやくキムラスカに帰ってきたのか。ダメダメ、うちに帰るまでが。こんなヤバい遠足勘弁。キムラスカへ来たのは久々。ここから南に開通路の軍港があるんですよ。ん？あ、今なんで言った？何も聞いてなかったな。え、南？北？北だろう。たまに聞きそべるからな。たまにぼーっとするんだよな、ゲームしながらピューンって。うわ、こいつ結構早い。わーお、なんかワープゾーンみたいなのがあるぞ。あれか、調べる。ポモポモの種っていらねえよ。あ、見つかった。敵強いんじゃない、めちゃくちゃ。待てとやります。チュンチュンが4体になってるだけ。の差が歴然だな。あ、ここか。見づら、急に現れたな。こうマップのこの視点がね、この R を押したときに、R1 を押したときに、ウィーンってゆっくり右に曲がるというね。こうなんか R パッて押したら、こう、正面とかにピッて向いてくれたら一番いいんだけどね。まあ言ってることわかんないですよね。すいません。開通るね。はい。お、なんだ、ネクラッタの…ネクラッ…へっ、アリエッタ六時…わっわっ、港の方から飛んで…ほら、ガイ喜んでないで行き…嫌がってるんだ。やってるんだ。教習、アリエッタ教習でいいのか。やっぱり来たのね、アリエッタ。ああ、なになに、ネクラッタと何かあったの。フーブラス川でも襲ってきたんだよ。その時はあの子、正気にやられて倒れちまったんだが。僕がお願いして見逃してもらったんです。フーブラス川ってすぐそこじゃん。そんでまたすぐ来たの？相変わらずネクラッタってばしつこ。展開早っ。しかも全然こっちの話聞かないし、ほんと面倒。こうなることは分かってたんですが、過ぎたことですし、その件はもういいでしょう。今は騒動が起きているところに行きましょう。そうですね。すぐぶち殺してやるわ。瞬殺してやるわ。うん、やってるね。あ、ボン先生いるじゃん。アリエッタ、誰の許しを得てこんなこと。やっぱりネクラッタ。お前たちか。アリエッタ、ネクラじゃないもん。何があった。アリエッタが魔物に船を襲う。総長、ごめんなさい。アッシュだと。船を修理できる整備士さんはアリエッタが連れて返してほしければ、ルークとイオン様がコーラル城へ来い。二人が来ないとあの人たち。そんな展開だったっけ。船は、すまん、全滅。機関部の修理には専門家が必要だが、連れ去られた整備士以外となると訓練船の帰還を待っ。アリエッタが言っていたコーラル、確かファブレ公爵の別荘だよ。前の戦争で戦線え、そう、お前な、7年前にお前が誘拐された時発見されたのがコーラル城。俺その頃のこと全然覚えてねえんだってば。もしかして行けば思う。行く必要はなかろう。訓練船の帰港を待ちなさい。アリエッタのことは私ですが、それ今は戦争を回避する。ルーク、イオン様を連れて国境へ戻ってくれ。ここには簡単な休息し、私はここに残りアリエッタ討伐に向かう。あ、はい。
へえ。行く？行かない？コーラル城。興味が尽きないのは分からなくもないですが。わかってるよ。行きたいなんて言ってねえじゃん。先生も行く必要ないって言ってたしな。あなたが行ってもどうにもならないかもしれません。わかってるっつってんじゃん。うせえな。開通路の故郷で待ってればいいんだろ。でもちょこっと見るぐらいいいかもしれないぜ。ルークのやつ何か思い出すかもしれないし。思い出さないかもしれないでしょ。それはそうだけどな。まあ正直なところ行くのも悪くはないと思ってはいますがね。お待ちください、同志イオン。国境行かせろよ。同志様に何？妖獣のアリエッタにさらわれたのは我らの隊長です。お願いです、どうか同志様のお力。隊長はスコアを忠実に守っている敬虔なローレライ教の。今年の生誕スコアでも大役は取り除かれると呼ばれたそうで安心。お願いします。わかりました。よろしい。アリエッタは私に私レ役は取り除かれるとスコアを受けた者を見殺しにしたらスコアを。それではユリア様の教えに。それに確かにスコアは守られる。私もコーラル城に行った方。コーラル城に行くなら俺もちょっと調べたいこと。アリエッタも女性ですよ。あ、覚えた。ご主人様行きたくねえ。もう先生だって行かなく。アリエッタはあなたにも来。対象を見捨てないでください。結局行く。ありがとうございます。コーラル城はここから南東の海沿いにあります。南東ね。だそうです。お、あんたはコーラル城に行くの反対し。いいえ、別に私はどちらで。なんじゃそれ。南東。ジェイドって軍人だからこういう別行動取っても大丈夫かって。しかも大佐というね。コーラル城へ。結局行くのかよ。整備隊長もアリエッタも放っておくことはできません。申し訳ありません、巻き込んでしまって。もういいよ。戦えないお前が行くっつってんのに俺が行かないわけにもいかねえし。魔物が出たらお前は下がってろよ。ルーク様、私も守ってもらいたいな。え、アニスが守られる？その必要がある？襲い来る魔物、か弱き乙女を守るために戦う王子様。あ、公爵だっけ。ともかく素敵。ごちゃごちゃ言ってねえで、とっとと行くぞ。はい、はい、南西南東か、こっちか。南東壁に突き刺さるんだけど。南東のところに、あ、なんかあるじゃん。何も見つからねえじゃん。わーい、何もねえぞーい。よ、あれやな、確実にあれだな。塔って感じがするもん。白やったっけ。白か。ちょっと先にセーブしよう。これフィールドでもね、セーブができるというね、これがいいんだよね。やべ、全然戦ってない。コンフィングじゃねえの。レコード何回戦った。セーブは12回、エンカウント25回しか戦ってない。大丈夫か。25回しか戦闘してないな。大丈夫かな。普通テイルズ系ってまあエンディングまでにだいたい500は確実に行くもんな。エンカウントだいたい1000ぐらい行ったらもうラスボスは余裕で倒せるぐらいだもんな。なのに25って。ここが俺の発見された場所。ボロボロ。どうだ、なんか思い出。ルーク様は昔のこと。7年前にバチカルの屋敷に帰ったあたりからし。ルーク様おかわいそう。私おかしいわね。もう魔物いるですの。整備隊長さんとやらは仲かな。記憶
やっぱ何も覚えてねえな。そうか。まあうろついてたら何か思い出すかもしれないぜ。別にどうでもいいけどな。困ってねえし。普通気になると思うけどな。お前のそういうところは感心するよ。そうか。ガキの頃のことなんてどうせつまんないことだろうしさ。ナタリア様もかわいそうに。夢の計画。ここが未来のアニスちゃんの別荘。なんか言ったか。あ、ルーク様、ここはルーク様の別荘なんですね。ボロッボロやけどね。つうか親父のな。詳しいことはわからないけど、確かここを実際に別荘として使ってたのはかなり前のことらしいぜ。世代が違うぐらいって聞いたな。それじゃあなんでまた御所を大事に持ってんだよ。持ってるというより放置してるんだろう。ほっとく分には維持費もかからないし。よし、将来はここをアニスちゃん専用の別荘にしよう。あ、アニスって独り言多いよな。変なやつ。ガガーン、いきなり夢の計画に危険信号かも。そういえばアリエッタが魔物と喋れるから、コミュニケーション取れるからね、すごいあれみたいなことを言ったけど、ミュウも喋れるけんすげえ寝くらったぐらい強いんじゃね。そんなことないか。初めての段に同時に喋るなよ。初めてのダンジョンやな。ルーク、あんまり離れる。うっせえな、わかってる。ルーク、ルーク、後ろ。え、危ない。敵とぶつかるだけで戦闘赤い。赤い。ぐちゃぐちゃ。誰のせいだよ。炸裂する力よ、エナジーブラスト。どうだ。にしか食らわん。やべ、これはまずい。ちょっとレベル上げるか。やべ、絶対食らわんよ。やべ、敵めちゃくちゃ強い。アニスが死んじゃう。間に合い、よし。アニスがまた死ぬ。危ねえ。アニスがまた死ぬ。何やってんだ。やべ、クーアニス死んだ。さすがに戦ってなさすぎるか。やべ、超強い。やべ、負ける。待て、相手どんだけあるん。372。1しか食らわねえじゃん。ちょ、やべえんだけど。ちょっとこれ死んじゃう。死んじゃう。待って、死んじゃうよこれ。なん、ルート変更できんのこれ。できんな、確実にできん。わあ、これ1しか食らわん、やべえぞ。投げ、全然食らわねえじゃん。やばい、まずこれ逃げれんのこれ。やばい、めちゃくちゃ強い。あー、めちゃくちゃ強い。やっべ、めちゃくちゃ強い。どうしたらいいんだ。帰れんのかなこれ。あれ、この時代まだ帰れんのか。やっべ、マジほんとやべ。せんだよねえねえよ。あ、マジやべ、マジやばい。やばいよ。もう使ってくれー。やめて、死んじゃうよ。いいよね。よし、一体倒したぞ。ほれ、ルーク何してる。なぜ死んでる。お前はライフボトル。やばい、やばい。あ、まずい。マジでこれ、マジでこれ、キャラクター変更できんの。マジか、キャラクターできんのこれ。くー、ここでキャラクター変更できれば全然違うんやけどな。これアップルグミも使えないんじゃないか。
わ、こいつ HP めっちゃだけ。うふふー。おやっしゃ、倒した。危ねえ、危なすぎる。セーブしてないから。セーブしたんか、目の前でセーブしたんだっけ。強かったな、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ強かったな。ちょっとレベル上げるか。ちょっとね、レベル上げるか。ちょっとどころじゃない、結構レベル上げるか。ちょっとやばかったな、相当やばかったな。強かった。めちゃくちゃ強かった。だから言ったろ、あなたが油断したためにみんなの陣形が崩れて戦闘時反省し、はい、すいません。うっせえ、知るかよ。だいたいサプライズエンカウント、敵のシンボルにキャラクターの背後が接触するとサプライズエンカウントになります。サプライズエンカウントが発生すると編成されたパーティーではなくランダムでパーティーが編成される。それへへ、なるほどね、 OK です。侵入者撃退用の不術人形のよ、いやー、まあ怖かったな、ちょっとマジで一回外に出よう。一回外、ダメ、無理、無理だから。じゃあ一回セーブじゃない。レベル上げしてくるんで、ステータスはこんな感じで、7、6、5。よう、これで倒したな。動画見てくれた？お、見た見た。お、見た？うん、見た。チャンネル登録した？うん、した。おぉ。あ、ってことは、もう、動画を見てくれた皆さんも、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。